最後に9番タガノエスプレッソが向かいます。9頭全馬ゲートの中スタートしました。ほぼ揃いました。さあ、そこから10番タガノエスプレッソ、いいスタート。内田は1番シャリオバルトも前、さらには2番ホシルミエール、3番セデックカズマ、メメランタン広がって踏み切ってジャンプ、最初のハードルを超えました。この比越で9番タガノエスプレッソ先頭、2つ目のハードルを踏み切ってジャンプ。2番手に2番のホシルミエール、外並ぶ3番セデックカズマ、1馬身半、その後ろに1番シャリオバルトがイン、外に4番メメランタン、スーッと上がって、今2番手の外目に接近します。その後ろからは5番のワーウルフ、7番ノーリミッツ、2馬身相手6番エクロドリーム、外並ぶ8番ポルトラーノ。各馬第1コーナーのカーブを迎えます。逃げる9番タガノエスプレッソ、リードは2馬身、2番手に3番のセデックカズマがつけて、その内からは半馬身2番のホシルミエール、それから2馬身4番メメランタン、半馬身内が1番シャリオバルト、1馬身差7番のノーリミッツ、半馬身内が5番のワーウルフ。向こう正面です。向こう正面3つの連続障害へ、9番タガノエスプレッソ先頭でフィッテジャンプ、綺麗な飛越、続々と各馬飛越を終えました。この飛越で3馬身リードを広げました。2つ目フィッテジャンプ、低い飛越でクリア。2番手が3番セデックカズマ、内から2番ホシルミエール並んでいって、3つ目フィッテジャンプ、そしてその後に4番のメメランタンが続きます。ちょうど4番手、内から1番シャリオバルト、1馬身半5番ワーウルフ、2馬身8番ポルトラーノ、後方3番手、2馬身離れて後方2頭は7番ノーリミッツと内6番エコロドリームという、こんな体型で3、4コーナーの中間の障害へ、タガノエスプレッソが先頭を踏み切ってジャンプ。今度は高い飛越、後続に7馬身8馬身のリード、最後方まで無事飛越を終えています。2番手2番のホシルミエール、3馬身3番セデックカズマ、そこから8番ポルトラーノがそれに接近。4コーナーをカーブ正面スタンド前、逃げる9番タガノエスプレッソ、7馬身リードを保ってハードル障害、先頭で踏み切ってジャンプ。今星ルミエールが飛越を終えて、8番のポルトラーノ3番手、スデックカズマが4番手、踏み切ってジャンプ。そしてその後ろ、外から4番メメランタンが接近、内は1番シャリオバルト、間から5番のワーウルフ、それから2馬身後方は7番のノンリミッツ、そして6番エコロドリームが最後方です。各馬第1コーナーのカーブへと向かいます。逃げる9番タガノエスプレッソ、もう10馬身以上リードをつけて1コーナーを回っていきます。2番手2番ホシルミエール、その後ろは1馬身、3番手に上がってきた8番のポルトラーノ、今2番手の外に並んでいきます。2馬身相手3番セデックカズマ、外が4番メメランタン、2馬身5番ワーウルフ、内から1番シャリオバルトの追走、先頭早くも向こう正面、2馬身相手7番ノーリミッツ、最後方2馬身6番エコロドリーム、9番タガノエスプレッソ先頭で向こう正面最初のハードル障害へ、今踏み切ってジャンプ。おっと、ちょっとバランスを崩したが立て直す、後続も続々と飛越。2番手に単独2番手8番のポルトラーノ、踏み切ってジャンプ、そしてその後に2番のホシルミエールをかわして5番のワウフ、先頭は踏み切ってジャンプ、先頭9番のタガノエスプレッソ、後続に7馬身から8馬身、2番手には2頭並んできますが、8番のポルトラーノに内から5番ワーウルフ、この2頭が並びました。そしてその後はまた7馬身から8馬身、1番のシャリオバルト、7番ノーリミッツが上がっていって、先頭は3、4コーナーの中間へ、9番タガノエスプレッソ先頭で踏み切ってジャンプ、低い飛越へクリア。さあ2番手と2頭が前に迫ってくる5番ワーウルフと、その8番のポルトラーノ、第4コーナーのカーブ、あとは離れてエコロドリーム、シャリオバルト、前は3頭が固まってきて4コーナーをカーブ直線へ、先頭はタガノエスプレッソ400を通過、リードは1馬身から2馬身、ワウフが2番手、ハードル障害に向かいます、踏み切ってジャンプ。そしてそこからポルトラーノが2番手に接近、さあタガノエスプレッソ、ワウフ、そしてポルトラーノ、3頭の争いで最後の障害、踏み切ってジャンプ、無事ケースを終えて、内から9番タガノエスプレッソもう一伸び、さあ迫ってくる5番のワウフ、迫るが1馬身、離れて8番ポルトラーノは3番手、粘る9番タガノエスプレッソ、ワウフ迫るが、タガノエスプレッソゴールイン。2番手が5番のワウルフ、離れた3番手8番ポルトラーノです。